はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編です。今日でログインが、1460日目ですね。はい、現在2023年12月7日の、午前10時4分なんですけども、今回ですね、いよいよプロスピ交換会第1回のね抽選結果出てますんでね、そちらの方を見たいなと思います。はい、非常に楽しみにします。ドキドキしますね。はい、まあ今回3人入れまして、一番上のランダム交換ボックスに、沢村さんで、2023同チーム交換ボックスに山下俊平太選手、シリーズ2です。で、2023交換ボックスにアニバーサリーの松井選手入れたんですけども、それがどう変わったかということですね。はい、まあそうですね、同チーム交換ボックス一番期待できますんでね、ぜひシリーズ2の持ってないオリックスの選手来てほしいです。いきます。まずはランダム交換ボックスからですね。いきます。見ます。わあ、ドキドキする。さあ、いきます。まずはランダム交換ボックス、沢村さん、誰に変わったかお願いします。うん、楽天西川選手ですね。はい、名前ね、ちょっと僕わからない場合もありますんで、そのあたりはご了承ください。はい、続きまして2023同チーム交換ボックス、ここが一番期待持てます。いきます。山下俊平太選手のシリーズ2、誰に変わったか、えのこい。うん、比嘉選手、これいつのやつかな一応僕比嘉選手持ってるんですけどね。はい、まあ後でちょっと見ますね、確認します。一応比嘉選手ですね。はい、続きまして2023交換ボックス、アニバーサリーの松井選手、誰に変わったか、オリックス来い。うん、広島野間選手ですかね。はい、広島でしたね。はい、ということで一応ちょっと比嘉選手確認したいなと思うんですけど、ここじゃ確認できないですよね。はい、西川選手、比嘉選手、野間選手という感じですね。はい、ちょっとプレゼントボックスで一回受け取りますね。あ、これちゃう。これを受け取って、これ3人全部受け取りますね。一応ちょっと確認します。こうですね。はい、ミキサーのところで確認しましょうか。こうですね。はい、まずは比嘉選手、2023シリーズ1、僕これ持ってないですね。はい、まあ良かったかなと思いますね。はい、2023シリーズ1持ってない、うん、そうですね。うん、まあそうか、シリーズ1しかないんか。はい、そうですね、まあ良かったです。はい、一応持ってない選手来ましたね。はい、あとは西川選手と野間選手ですね。これは野間選手はシリーズ2ですね。はい、まあ、比嘉選手でしたね。はい、まあ何もしてないですよね。何もしてないですね。はい、まあ一応ね、ちょっと考えます。はい、うーん、オーダー入るかどうかわからないんでね、一応まあ前のやつ、極みで持ってますんでね、まあどうするかわかりませんけどね。はい、まあそうですね。はい、大会今回、まあ一応持ってないシリーズ1の選手でしたけどね、できればシリーズ2来てほしかったですけども、シリーズ1の選手でしたね。はい、うん、まあまあでもこんなもんでしょうまあ一応持ってない選手が来ましたんでね、比嘉選手が来てくれましたんで、まあ良かったかなと思うんですけども、はい、まあ、第2回もね楽しみにしたいなと思います。まあ、できればねタイムスリップとか OB の選手もね、来てくれると非常に嬉しいんですけどね。はい、まああと同チーム以外でもねオリックスの選手来てくれると非常に嬉しいんですけどね。はい、第1回交換会は、そうですね、ちょっと補強にはならなかったかなっていう感じは若干ありますけどね。はい、まあ一応未所持の選手来ましたね。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。